1分早いです。マジ2分遅れ、マジ。ジェフです。おはようございます。今ですね、富士山のあの北麓公園富士ヒルのスタート地点にいます。そうですね、今日はあの最後の思想と、まあ、いうことで、この2回ね、今回登っていきたいと思います。はい、今日は一緒に行ってもらうのがあの友人のトカちゃんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。で、私は今日はあの目標はですね、やっぱりブロンズタイムですね。あの今まで本当ブロンズタイムってここで出したことがないので、まあ今日はあのぜひ出したいというのが私の目標です。ではトカちゃんの今日の意気込みというか目標を教えてください。ブロンズプラス10運分です、ね。まあ、ということでね、それぞれの目標を今日はあのクリアしていきたいと思います。頑張ります。最後までご覧ください。イエイ。じゃあ、北麓公園スタートします。ここから計測地点まで約 1.3 キロとか、そんなもんだったと思うんですけど、そして計測地点からゲートまで、でゲートでお金を払わなきゃいけないんで一旦止まるんですね。まあ本番の時はそのままあの通過しますけれども、ですから今日はあの計測はそのゲートを過ぎた後、そこがあのストラバの富士ヒルのあのセグメントになってるんですけど、まあそこから測りたいと思います。そして富士ヒルのタイムはまあそこからプラス2分ですね。それがあの富士ヒルのタイムと、まあ、いうことであの見ています。まあ、今日はタイムはあるんですけど、とにかくそこの10キロから15キロの、課題の区間をとにかく耐えれない、まあ、それに最大集中したいと思いますね。であと作戦としては、ワット数キープということで、まあおそらく200から205の間をキープするんじゃないかなと思います。まあそれよりね上に出るようだったらいいんですけれども、ただやはりあの高地効果っていうのがあって、それでパワーって落ちるんですよね。っていうのはあの酸素のがこう結構薄くなるので、なので肺の中のこう分圧が少なくなってですね、それであのパワーが落ちると、まあいうのはもう定説で、でまあ、もちろん低いスタート地点あたりはまだそういう効果ないんですけど、高いところは結構大きいんで、まあ、鳴らすと 89.6% だったかな、まあ、そのぐらいになるっていう説もあります、まあ、それはねあの個人によってその油圧温度に対する強さとかいろいろあるので、どのぐらいパワーが落ちるかっていうのはまだあの分からないんですけど、やっぱり1割ぐらい落ちるぐらいに思っていた方があのいいと思っています。ニンニンサイクルさんだ。あ、ニンニンサイクルさん、こんにちは。あ、一世さん。あ、どう。あ、こんにちは。YouTube でいつも拝見します。一世さんの決戦バイクですか、それ。そうですか。31分で前回逃したんで。ブロンズ目指してます、今。ああ、そうですか。じゃあ、そうですね。ああ、そうですか。ええ。無理せず、スタートHa ha ha!
大丈夫、はい、いや、わかんない、早ないか、うん、なんかいつもね、こういう感じで行っちゃうんです。パワーって下げてください。はい、パワー250なんで、ダメですね。下げてはい、180、1分早いです。マジで多分雨ひどいんだと思います。引き返してる人が多い。でも明日あるんで引き返そうか。はい、レース守って、はい、頑張ってください。了解しました。
はい、じゃあちょっとタイムを見てみたいと思います。そうですね、1時間27分19秒ですので、2分足して1時間29分19秒ということでまあなんとか初めてブロンズタイムを切れたと、まあ、いうことだと思います。まあ切れたと、ありがとうございます。でストラバの方も、そうですね、ストラバの方も1時間27分21秒ということで、まあ、なんとか PR と、まあ、いうことで今日の目標はまあまずは達成ということでございます。